の方をバスの中から回ったらしくて、平和学習をやってきてから私たちと情報交換っていう形になりました。そうなんですね。で、まあいつもだったら通常は平和公演とかそういうところで終わってしまうものが、今回、なぜこういう形で、まあ、きっかけになったのか、そのあたりはちょっと先生が。そうですね、はい、いつもなこの学校も、まあ、いわゆるガマをですね、はい、入ったり、まあ、そこで体験者の話を聞くというような、まあ、そういうプログラムをしてきたんですけども、まあ、先ほど話に出ましたように、まあ、体験沖縄の側としても体験者が減っていく中で、なかなかその伝えていくことが難しいという、まあ、事情もあるかと思うんですけど、まあ、もう一つ、学校の側もですね、まあ、これまでの平和学習とそれから生徒のまあ状況ですよね、それがいまいち噛み合わなくなっているような、そういうことも聞くんですね。つまり、なかなかこのイメージがしにくい、あの戦争69年前の戦争の状況がですね、ストレートにこの今の高校生たちにですね、入ってきにくいようなね、イメージしにくいんだと思うんですね。やはり今はこの戦争といってもですね、私たちでさえなかなかそうこういう戦争というイメージはしにくいんですけども、若い世代にとっては、まあ、正直言ってまあ他人事のように思ってしまうだろうし、なんていうんですかね、このゲーム感覚でこの戦争とかはこうやる、戦争ゲームみたいなことやりますよね。そういったことが日常的になっていく中で、なかなかこううまくこのイメージできない、リンクできないこともあるのかなという気はしますね。今回、ルミちゃん、そして、まなみちゃん、ゆうやくん、はい、それぞれまた役割が違ったことを今回されたということですけども、はい、先生今回、皆さんはそれぞれどういった役割を、そうですね、最初に、まあ、沖縄 の、 その戦争があった時にですね、だいたい平和記念資料館とかひめゆりの塔で修学旅行生たちは概要を学ぶんですよね、はい、でその後どうなったかというところがなかなか出てこないということもあって、まずはその沖縄戦で亡くなった人が今どうなってるのか、つまり今私たちの足元の下にですね、まだ眠ってる方が、遺骨のままで眠ってる方がいらっしゃるという、このこういう方々たちがまあたくさんいるという話、それともう一つは現に生きている、生き抜いてきた、まあ、県民ですよね、この今日いる学生たちのお父さんお母さん、あるいはおじいさんおばあさん、ひいおじいさんおばあさんになるんですけども、こういった人たちが、まあ、どう生き抜いてきて今の沖縄を、まあ、作るために頑張ってきたかと、そういうような話をまず最初に私がしまして、その後で学生たちが、それぞれテーマを持ってですね、話をしたんですね。今日は、奥野真奈美さんとそれからゆうやくんがその、はい、まあ、講義担当をやりました、それから手前のルミさんはパネルディスカッションの中の、まあ、メインスピーカーという形で喋ったんですけど、はい、まずその、最初に話したのはゆうやくんが喋ったので、まあ、ゆうやくんからどんなこと喋ったかというのを教えてもらったらいいかなと思いますね。はい、僕は平和学習とは何かというかということを話しました。で、平和学習って言ってやっぱり戦争っていうテーマが ついてくるのでどうしても難しくこう重くなってしまうと思うんですけど、僕はそういうのじゃなくてやっぱ平和学習なんで、やっぱ勉強してそこに楽しさっていうか、こうみんなとワイワイやって楽しいとかいうことじゃなくて、やっぱり勉強なのでもっと知りたいとか、あれどういうことなんだろうとか、そういうふうに疑問を持ってるような平和学習をしていきたいっていうふうに訴えて、じゃあどうしたらいいかって考えたときに、例えば沖縄だとやっぱり被害者の方がとても多いので、やっぱりどうしてもそこから見た沖縄戦というか戦争という形になってしまうので、しかもそれが当事者であればもう米軍の気持ちを考えるというのもそれはかなり大変なことだと思うので、でもその相手の加害者であったり日本、米軍であったり日本兵であったりということを考えてられるのは僕たちのような体験していない世代っていうのがいろんな視点からこの人との戦争について学べると思ったので、でそこについて僕は
10分、あそんなにないですね、うん、それ10分以内ぐらいで、うん、あのお話ししました。はい、面白かったのがね、はい、あのちょっとルミ言うたって。あ、ゆうやくんがね、まあ、私ちょっと予想してなかったんですけど、まあ、壇上から降りるってのは聞いてたんですけど、うん、降りてからこの高校生がいる客席の方をぐるっと一周して回りながら高校生に、もう次々に質問を投げかけ、で高校生もやっぱり疲れてるんですね、うん、もう疲れてるから寝てる子とかいるんですけど、その子たちを起こしてちょっと聞いてみたりとか、歌のお兄さんみたいな感じでこうくるくるって回って、うん、そうなんです。でもそれだけ、聞くことがたくさんあるんですよね、うん、聞くことがなかったらまた質問もできないと思うんですけど、皆さんどうですか、そのあの、うん、ゆうやくんが質問して答えが返ってくるじゃないですか、いろんな、はい、どんなこの答えが皆さん返ってくるんですか。そうです、最初に平和学習とは何か、じゃあ何の、平和学習でどういう学習なのかって質問を投げかけたんですけど、うん、答えが返ってこなくて、うん、で、あ、これでどうしようかなとか思った時に、うん、壇上の大学生に振ってみたり、はい、でそれで少し難しかったのかなと思って、じゃあもう少し簡単な普天間基地とか嘉手納基地とか分かるとか、そういう、じゃあもしこの戦争をしたいっていう人に、あなたがもし投票権あったらこうとあなた投票するしないっていうようにちょっと工夫してっていうか、答えやすいように質問しました。なんかね、平和学習ということ自体ですね、やっぱりピンとこないっていうのがね、あの受け止めきれてないっていうのか、どうこの向き合っていいのかわからないっていうのがどうも高校生には、それは、まあ、今回この平和学習をですね、高校生と一緒にやるにあたって1ヶ月にわたってこのディスカッションを学生間でも、まあ、やってきたんですけども、うん、学生自身も実は平和学習って、まあ、何だろうみたいなところもあってね、うん、まあ、そのあたり少し後で話をしたいと思うんですけども、はい、次まなみさんですよね。あのゆうやとはちょっと違って、ゆうやはもうこうやって客席をこう、はい、ぐるぐる回りながらというような感じだったんですけど、まなみの場合はきっちり上からですね、はい、うん、いろいろ話をしてくれた。どうなんでした？私はあのゆうやさんの次に他の方が喋って、そのつなぎで喋ったんですけど、その私の前の方が基地のデメリット、うん、基地についてを話してくれていて、でデメリットを話したので、私はデメリットもあるということも、うん、あの基地に行って、うん、この聞いてきたことだったり体験したことだったりを話しました、うん、でこの基地が、うん、今あるけど、その返還されたら、うん、じゃあどうやってその基地の土地を利用していくかだったり、うん、この基地は今すぐに返還されないんだったら、じゃあどうやって基地と付き合っていくか、うん、っていうことを、どう付き合っていくかということを話しました、うん、はい、うん、あのいろんな考え方がありますよね、うん、でこの1ヶ月間ディスカッションする中で、やはり私たちはこの中立的な立場、まずはそのニュートラルなポジションに立ってですね、はい、まあ、基地という存在が私たちの、まあ、目の前にありますよね、うん、沖縄国際大学の真ん前にありますよね、はい、これは横須賀学院高校も同じなんですね、ちょうど横須賀学院高校の隣に向こうは、海軍ですけどね、アメリカ基地があるんですよね、はい、こういう、まあ、目の前にこの基地がある学校同士、そこに学ぶ学生同士が、まあ、対話をするということだったんですけども、そういう状況にある中で、じゃあどうきちっとこう私たちは眼差しを向けていくのかという問題に、まあ、直面したときに、やはりニュートラルなポジション、いろんな考え方がある、基地に対してもちろん本来こういったものはない方がいいという考え方もあるし、いや現実的にもう今あるということは間違いないのだから、それに対してどういうふうに私たちは付き合っていくのか、資源として考えるのかいう考え方もあったりしますね。そのあたりを中立的なポジションでできるだけ、うん、あの私たちは一歩引いた形でですね、いろんな人の話を聞いて
考える、うん、良い面もあれば悪い面もどっちも見ていこうということで、まあ、議論をしてきて、まあ、実際向き合って、うん、高校生と話をしたんですね。まなみさんはその時ちょっとどういう話をしたかっていうのをもう少し話してくれるかな。私はこの基地のメリットということで、まあ、そのデメリットはやっぱり戦争をしている基地だったらない方がいいっていうのは、それはもう当たり前なんですけど、でメリットとしてはこの政治的に沖縄はもしかしたら国境のところで守られているかもしれないっていうところとか、自然の面だとこの、 あの沖縄の北部は基地があるからこそそこの部分だけ自然が残っていて、演習場の でも日本が手入れてるこのその基地以外のところはもう全部林道とかが作られてて自然が壊されていってる現実で、このやっぱ自然が残ってるっていうところはメリットであったり、あと雇用の問題でこの基地で働いてる人はみんな日本人だったっていうところとか、こう交流とかイベントで盛り上がっているとか、ボランティアであの海兵隊の方が毎週毎週あの生活困窮者の方に、なんだ、食料を援助してくれたり、人員も毎日来てくれて手伝いをしてくれたりしているので、そういうところをメリットとして挙げました。で、あとこのなんだ、未来でこの使える基地、あの今ある資源を生かそうということで、あの医療とか防災という面で話したんですけど、やっぱこのアメリカでしかできない大きい手術を基地の中でやれば負担が減るとか、お金ももしかしたら2億円もかからないで、もう1億円以内で収められるかもしれない、心臓移植とかね、はい、心臓移植とか最近話題になったね、っていうのをが、はい、でいいなっていうところと、あと防災でも沖縄で何が起こるかわからない、で沖縄は島なのでやっぱり大惨事になった時にはもう孤立してしまうんですね。で空港も使えない、港も使えない、じゃあどこが使えるか、やっぱり基地の中に、基地の方が高台にある分そこしかもしかしたら働かなくなる、だから拠点になるかもしれないっていうところで、やっぱ医療だったり人員だったりがで助けられる部分があるんじゃないかなというところで、はい、メリットというか、うん、もう今後の基地でそう生かしていきたいなっていう、まあ、皮肉なもので、はい、その今まなみが言ってくれたように、北部の、ね、自然というのは基地があるところっていうのは逆に日本側があまり手をつけられないので、まあ、そこに色濃い自然が残ってたりとか、あるいは基地があることによって、まあ、雇用であったりいうこともある、まあ、そもそもその基地というのはないものないというのがまあ正しいあり方なんだという考え方ももちろんあると思うんですけども、はい、まあ、今現状から見てどういうような、まあ、メリットというふうに彼女は言ってくれましたけども、うん、そこから生まれてくるものがあるのか、うん、あるいはそれは文化ということも、まあ、もしかしたらあるのかもわからないですけども、まあ、そのあたりを今この本当にニュートラルな立場で、まあ、事実がどうなのかというところを、まあ、学生たちがいろいろ調べてきてですね、うん、その話を高校生に向かってしたという感じですね。すごいですね。あの実際にあのメリットとデメリットが割と事細かく、うんうん、この出てくるっていうのも、うん、あ、言われてみて、あ、そうなんだって思う部分、医療の問題とか、あともし何か防災とかで、うん、本当に自然が何か侵されてしまった時に、うん、あのやっぱり助けていただける環境でもあるという、うん、そういうものも見えてきたわけなんですね実際、うん、皆さんはじゃあ基地の中に入られて、うん、はい。